はい、歌美のです。じゃあまた続きやってまいりましょう。前回はですね、ここにこういうね、いろいろ舞台が長浜にね向かってるんですが、まあ一番気になるのはね、この明智光秀ですよ。ついにみっちゃんが来たと。はぁ、もうやってられんわで、このね、次女のね、しのぶちゃんにね、ここにいてもらおうかなと思ってるんですけど、みっちゃんをそこへ止められるかという感じ。で、ここはね、撮ろうと思ったんですけど、この舞台たちが戻ってきたので、そこもちょっとね、不安材料ではあります。はい。で、金沢城は取り返したということですね。で、この舞台が全部金沢に行くんだっけな？まあ、そんな感じで、あと西名さんがこの勝山城に行きますが、どうなるかはわかりませんという感じですね。よし、じゃあ一番気になるのはこのみっちゃんの動きだ。はい。ちょっと見ていきましょう。さあ、どうだどうだ？みっちゃんを抑えられるのかというね、ここで。バンバで。ん？あ、無理か。無理か。無理か。くそ。無理だった。じゃあ、そうっすね。え？一回ここで今食らったよね。食らったよね。強撃、あ、強、ちょっと待ってくれ。あー、これは別にいいのか。あー、びっくりした。これ三方から強撃食らったのかと思った。これは後ろからお家をかけられてるだけか。ですね、私はここに今一回こちら側に向かって、で、この雪村をそうしたら、ここで三方からの強撃部隊として出したいので、それの期待をしているところです。ちょっと早いかな？ちょっとだけ雪村の部隊が早い。どうしようかな。ここをちゃんとね、強撃態勢になれる前、ちょっとゆっくりやっていきましょう。さあ、これで強撃になれるかな？これで強撃になれるかもしれない。オッケー。強撃なったかな、これで。で、みっちゃんをある程度減らしましょう。これなんだ、これ。あ、沢山か。よかったー、沢山か。で、そうすればこれ三方かの強撃になるんで、ある程度みっちゃんを削ったら、大合戦をやりたいかなと思っております。これ何？あ、これ戻ったの、北の将行くんじゃなくて。あ、そうっすか。はい。これ金沢城に向かってお前ら取られるんじゃないか。で、あ、こっちはどうなった、こっちはどうなった。あー、信勝様がなかなか削られてますね。あー、でも官兵衛も結構削った、他の部隊も削った。さすがだ、さすがですね。あ、この部隊も来る。あれ、松ヶ島が取られてない。星名があれか、つついたのか、少し。ギリギリのところでね、つついたのかもしれない。ただ今一番気になるのはここだ。ここで三方からの。おー、一人やっつけた。仕留めました。おー、撃ち取った。仕留めました。ごめんなさい、ちょっと声が出なかったかもしれない。これって最下孫一ですよね。鈴木茂秀って。え、ちょっと待って、鈴木茂秀って最下孫一じゃなかった？最下孫一の別名じゃなかった？はあ、そんな強い部隊も討ち死になんの？やべ、どこの部隊か分かんないからちょっと確認ができないんですけど、マジで
あ、マジか。はあ。お亡くなりになってしまったと。じゃあ、埼玉ゴイチのこれちょっと動画を作んなきゃいけなくなっちゃうかもしれんぞ、これだと。マゴイチさんが死んじゃった。で、ここの教育をするという感じ。あ、でもその前にここかな、勝山城に届きそうなんで、勝山城をちゃちゃっと取っちゃいましょうか。うん、そうですね。じゃあここ三方の教育をしている最中ですが、ある程度削ったらですがね、これ来ないよな。うん、バンバンに来てるだけだよね。こう後ろから使えたら三方の教育でなくなるからね。みっちゃんをある程度削ろう。そうじゃないと無理だこれは。あ、その前に長浜が落ちるのか、もしかしたら。あー、ちょっと見るところがいろいろあって大変だわ。オッケー、じゃあここでまた仁科さんの舞台でやっていきましょうと。うん、官兵衛もある程度削った。こっちも食らってるけど、そんなに食らってないね。信勝様が若干食らってる感じですけど、オッケーオッケー。じゃあ戦していこうかな、こちらの勝山城のところで。はいはい、じゃあやっていきましょう。仁科さんだけに許された甲状腺。なぜかそういう縛り要素。行くぞ。まあ縛りというかね、途中からそういうことにしたんですけどね。OK、ここ、こっちだよね。ここからだから、こっち側、ここを気づけばいい。うん、ここに行かなきゃいい。じゃあこんぐらいかな。うん、さあさあさあ、モグラ攻めしていきましょう。モグラ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 、お、いきますね。モグラ攻めいきますね。こっち側になっちゃったね。でもこっち側になっちゃいましたと。さあどういう感じ、誰もいないの？誰もいないのであればやっちゃいますよ。こっちから、こっちちゃんと動いてる。これで誰？いざ参るって。あ、こっちから来た舞台が。挑発か。いや違う違う、狙い撃ちじゃ。さっさと倒していきましょう。ああ、そうか、挑発されてるのか。挑発されている。ちょっと待って、これ挑発続くのこれ。ああ、終わった。挑発続くのかと思った。よし、じゃあここをさっさと取っちゃいましょう。細川忠興がね、来る前に三段打ちで攻撃力を上げてですね、さっさと取ってしまいましょう。あ、今ね、この横の舞台がね、出たような感じがしましたけど。さあ、こたびの戦果として、特性、排水を取得した。まだ、仁科さん、取得する技があったのか。はあ。敵将、捕獲したぞ。敵将、捕獲したぞ。はあ。まあ誰を捕獲したかは分からんけどね。どうしようかな。あとは仁科さん次どこ行こうか。北の将行く。あ、北の将も取ったんだった。北の将取った。ここの舞台は、ここの舞台はなんかまだ来てないってことだよね。ちょっと確認してみましょうか。これは弓騎城から来た舞台。これ何、福留山なんてのどこにあるんだ。はあ、竹部山。うん、竹部山はわかる。どうしようかな。じゃあ郡上八幡を取って一回帰りましょうかね。郡上八幡を取って一回帰りましょう。あ、一回でもちゃんとね、ここで兵糧を回復してですね、うん、郡上八幡を取って一回帰りましょう。うん、
そういうルートがね一番いいような気がしてきた。ここはみっちゃんがある程度削らないとやってはられんと。あーでもその間に長浜が落ちそうな気もするな。あ、オッケーオッケー、ちゃんと兵糧回復しましたね。うん、オッケーオッケー。じゃあ帰りましょう。どういう、あ、違う、帰らないよ、帰らない、帰らない、帰らないよ。なかなか整備ができてないからね、ここら辺すげえゆっくりになるかもしれないですけどね。まあしょうがないでしょうという感じで郡上八幡を取りましょう。あ、そうだ、こっち見てなかった。こっちどうなった？うん、こっちは官兵衛があと1000切ったか。この部隊は赤いんだろうね。うん、おっといい感じかもしれんね。しかもこう強撃になる。おー、これはいけるかもしれん。鳥羽城攻略ここだわ、マジで。みっちゃんの攻撃力をかなり下げないと。ん、あ、取った、おとなしくしてください。取った、長浜、よし、オッケー、どうかおとなしくしてください。ちょっとここで兵糧が回復するのを待ちながら、うん、まあでも順調にこっちも来てますね。なかなか考えることが多い戦になっていると。お、官兵衛をやっつけた、官兵衛をやっつけた。ここら辺の部隊はどうしようとしてんだ。依然として長浜に来ようとしている。この子は兵糧回復したならば沢山を目指すという素振りでも見せましょうか。うん、それが一番いいでしょうと。あーでもあれか、これ何、これ、ちょっと待ってくれ、これこれ何、ここ挟まれてないのか、こいつは。なんかこいつだけ別個に食らったような気もしたな。4000ぐらい、大合戦だとこっちが1万しかないのか。もうちょっと欲しいな。大学の助が向かっている、大学の助が向かっていると。名古屋城の部隊はそんな強くない、武将が強くないな。言うて雪村の部隊、あー、これはもう出しても遅いな。この部隊は弱すぎると。ちょっとあれだな、待つしかないな。大学の助が来るのを、大学の助が来るのを待つしかない。うん、お任せください、お任せください。そういった感じか。じゃあここ見てまいりましょうか。なかなか悩ましい戦い。 OK、 OK。じゃあこの信勝様はかなりもうねないですけど、兵が、まあ久喜さんと戦っていきましょう。これでいいかな、ひとまずはこんな感じでやってまいりましょう。あ、越後の正気と言われている斎藤信友信が亡くなったしまった。これぐらいでなくなるんだっけ。登場を始めます。越後の正気、報告いたします。越後の正気がなくなってしまったな。報告いたします。栃尾城に多くの兵が集まっているようです。栃尾城ってどこだっけ。 あれか、上かというか越後の方か。松倉が、なるほど。なかなか厳しいな。松さんがこれ対象になる可能性があるな。ここで結構削られているのであればね。いやいや、大学の助早く来てくれ。
早く来てくれ。そしたらお前が大将になるんだ。あ、なんか来てるこいつ。あ、ここにいるだけか。よかった。でもこれ大合戦がどん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 我々の不利になっていくんじゃないか。これ清水山。あ、勝山城を攻めようとしている。そんな別にどうでもいい。清水山に、防衛しようとしてんのか。信忠め。お前ここに逃げてきたのか。もう。そんな感じですね。あ、森信さん早いっすね、来るのが。なかなか。うん。で、郡上八幡の部隊がここにいますね。こいつをやっつけてからということですね。オッケーオッケー。はいはい。じゃあまた内戦の方だけしてまいりますので、少々お待ちください。はい。じゃあまたやっていきましょう。どうしようかな。ひとまず、まあ、ここは一番気になるんですけど、このところもね、もしかしたら取れるというか、まあ、取れそうなんで、鳥羽城ですね。うん。と、あとは、ここのね、福光城とかが狙われている、だっけな。あ、金沢城か。狙われてますけど、別にね、私の拠点ですけど、別にどうでもいいという、感じで、はい。また取り返せばいいだけなんでね。そこら辺は何も期待、ね、困ってはいないというところですね。あと、ま、天保とかね、ここら辺上げましたんで、勝つように。もう最前線はあなたが守ってくれと。なんかもうめんどくさくなってきたんで。ここら辺もですね。ここら辺だけ、連兵場とか狩り場とかを与えてから、ま、渡そうかなと思ってますけど。まあ、それ以外はね、はい、やってもらおうかなという形でございます。はい。あともう、ここ、戦っちゃいますか、もう、すぐ。ね。大合戦を。もう、やっちゃうのも手ですよね。なんか、やることでなんか、面白みを感じるみたいなね、とこもありますから。大学の助を待たずに。さあ、みっちゃんだろうな。あ、ねね。うわー、ねねになっている。ねねになっている。これは、まずい音楽ですよ、これ。やんない方が良かった可能性が、全然ありますけどね。かしこまりました。かしこまりました。いや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 。たぶん、やった方が楽しいんでね。個人的には。どうなるかと。さあ、奇襲作戦がうまくいくかな?いつも通りの奇襲作戦がうまくいけば。これで終わってください。おお。これで終わってください。おお。すげえな。なんか出ましたよ、それぞれ。お任せください。さてさて、この音楽ですよ。ピンチな時の音楽。承知いたしました。大丈夫ですかみたいな南国ですよ、これ。なんとかしてやるぜ。なんとか、ここにいたらね、ねねが。早い早い、ちょっと。早いっすよ、ちょっと。忍さん、なんかめちゃめちゃ早いんですけど、スピードが。早いっす。早いっすよ。あ、これはねねじゃねえか。だな、やられに、やられに来ましたよ。よし、さあ、待ってと、逃げるなら今のうちだぞ。さあ、表裏卑怯、じゃあこっちでやってみましょう。表裏卑怯で決着をつけるとしよう。で、挑発、逃げるなよ。これで決まりだ。これで決まりだ。オッケー。で、ちょっと皆さんに激励をね、しましょうね。しのぶちゃんは激励を。これで決まりだ。さて、守備力も上げて、こんな感じでやってもらいましょう。さーてと、
承知いたしました。あんま食らってなくない？続きなさい。誰だ誰だ、どうでもいいやつ、どうでもいいやつが来たぞ。さてさて、我らの意地見せるは今ぞ。我らの意地見せるは今ぞ。承知いたしました。正々堂々勝負しなさい。やべえ、上圧食らった。あー、めんどくせえ。これで決める。めんどくせえな。こっちも超熱くなったか。いやいやいや、この3部隊だけでも頑張りましょう。よし。あ、でも今能力上がってるからいいや。こっちはこれでいいでしょうと。さあ、向こうも多分やられるんで、引け。オッケー。うわー、ガモーが来た。ガモーがいやらしいところから来たぞ。ガモーがいやらしいところから来た。じゃあもうまた表裏卑怯で。私と戦うのですか。能力をじゃあまた引き続き下げていきましょう。我が策で貴様らを殲滅する。殲滅する。さーてと、あー、なんか後ろからも来た。うわー、どんどん来たな、どんどん来たな。今のうちにやっつけてください。うわー、3番打ちできたぞー。みっちゃんが3番打ちできた。早く仕留めねば、早く仕留めねば。やばい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 。今のうちに削ってくれ。よし、勝った。なんとか勝ったな、コナディの戦いは。